そんなに引っ張らないで。光線に突入します。ここが地上。初めてなの？はい。こんなに広くて空がパチパチしないなんて、こんなの本当に初めて見ました。空気の成分は同じなのに微妙に何か違います。それも今だけだよ。地上で1時間以内にラプチャーと遭遇する確率は 100%。 干渉に浸ってぼーっとしてたらビームに頭をぶっ飛ばされるわよ。はい、ですから急いで移動してください。作戦の最終目標は発電所にある制御室の調査です。作戦地域をスキャンします。エブラ粒子を浄化中。濃度 42.43%、 21.48%。 エブラ粒子の濃度 2.01%。 スキャン完了。目的地の発電所まで続く道をスキャンした結果、無人浮上式鉄道の線路に沿って移動する必要があります。ただ線路全体に高圧の電流が流れています。ニケならダメージを受けても問題ありませんが、問題は何が大丈夫なの？死ぬよ。高圧電流の原因はヒストリー検索中。5年前都市封鎖を進めていた際にラプチャーの外部への移動を防ぐため意図的に流したそうです。当時にしては完成度の高い線路でして、電力は自家発電で供給されます。都市の内部に残っていた人間は建物には入らない方がいいわ。何がいるかわからないし。ではまず線路の電流を遮断しよう。外部からコントロールする方法はない？はい、あります。制御センターをマップ上にチェックしておきます。指揮官、準備完了です。ラジャ。戦闘開始。状況終了。次の作戦区域に移動します。指揮官、ご命令を。目標地点に移動します。始めるよ。殴るのはあんまり好きじゃないんだけど。楽しいわ。一個ずつ想定しないといけないなんて。想定するね。
ちょっと物足りなかったけど楽しかったわ。お指揮官様、どうしたの？え？目標地キャー、怖いのが来る。私の後ろへ。シフティ、バックアップを。私、何か失礼なことでも言いましたか？ラプチャーが出たんじゃ。違います。ねえネオ、地上に出たニケには暗黙のルールがあるの。あ、単独では使用禁止よ。わかった？そうですね。これは大丈夫ですよね？それは大丈夫。それで何があったの？私、いいこと思いついたんです。線路に流れる高圧電流が問題なら、ゴムの長靴を履けばいいのでは。悪くないな。悪いですよ。こんな高圧電流が流れる場所は人間が近づくだけで。とにかくダメです。もっと詳しく説明しないの？いいアイデアだと思ったのに。指揮官、もしかして。全然よくありません。皆さん気をつけてください。この爆竹遊びも大成功。指揮官、ご命令を。目標地点に移動します。あっ、皆さん気をつけましょうね。この爆竹遊びも大成功。お呼びでしょうか？はーい、今行きます。目標
始めるよ。制御センターへ到着。線路への電力を遮断します。指揮官、コネクティングデバイスを。地上にあるいろいろな機械をオペレーターが遠隔操作するために必要な機械です。携帯に出っ張ってるところがありますよね。それを引っ張るとケーブルが出てきます。はい、それです。それをコントロールしたい機械のポートへ差し込んでください。指揮官、ここです。士官学校を卒業したって嘘じゃないわよね。遮断完了。これで線路から都市内部への侵入が可能です。行きましょう。ゴムの長靴は本当にいらないですか？いらないってば。敵機、目視に確認。リロードしてみましょうか。リロードシークエンス実施。落ち着いて。リロード。わあ、勝ちました。さすがです、指揮官。うん、ユニはここにいるよ。あっちに行く。はいはい、かかってきなさい。壊れちゃうまでいじめるんだから。待っててすぐに行くから。よし楽しみでしょ。ユニがたっぷり圧火力集中。前方の敵機に一斉射撃。リロードシークエンス実施。どうしたの、怖いの？これ本当に体にいいのよ。実験は大成功。じゃあ今度は。
けを終了。さっきから気になってるんだけど、ネオン、あなたって火力高すぎない？火力は高ければ高いほどいいですからね。バランス大丈夫？よく聞いてください、アニス。この世は火力が全てです。火力だけが私たちを守ってくれるんですよ。多少バランスが不安定になっても火力には価値があります。そっか。さあみんな、私の言葉を復唱してください。火力最高。嫌だ。お指揮官様、どうしたの？光線に突入します。今から集中します。指揮官、ご命令を。目標地点。はいはい、かかってきなさい。発電所の位置を確保。侵入可能です。50機以上のラプチャーがいるところに入ることを侵入と呼べるならそうね。普通は自殺行為っていうのよ、それ。前から稼働を始めたそうです。公的には地上に残った人間の数はゼロです。しかし物事に例外はつきものです。この怪現象を調査するために何度も試みましたが成果はありませんでした。あ、ちなみに結構大規模であってもダメだったわ。ワンサカいるラプチャーにみんなやられたの。生存者という可能性を除いても、あの発電所には大きな意味があります。あの程度の規模なら、アーク内の全ての施設を2ヶ月は稼働させられますから。つまり、この作戦の重要度は非常に高いと言えます。3人に任せるくらい、すごく重要な作戦だってことね。アニス。何？作戦拒否。それは違うけど。ではそんな無意味な説明はしない方がいい。どうやって侵入しましょうか。発電所を掌握しているラプチャーを全滅させ侵入すればいい。ああ、なるほど。行きましょう。私の火力をお見せする時が来ましたね。それって選択肢じゃないわよね。ではご命令を。調査を進めますか。ああ、わかったわ。行けば
でしょ、行けば。じゃあみんな装填を確認してから突進しましょう。3人だからすぐ死んで終わっちゃうからね。アニス、私たち弾よけくらいはするから後ろに隠れてて、脳だけはちゃんと回収してね。それくらいはできるよね、指揮官様。死地へ追いやるよりは全然簡単よね。アニス、何？この状況で下せる適切な判断なのよ。下克上と判断していい？どうぞお好きに。下克上は即決処分よ。ラッピー、なんでそんなこと言うの？落ち着けってこと。落ち着くも何も、私たちが無駄死にになるようなものよね。私たちはまだ指揮官の作戦を聞いていない。状況は絶望的です。実際方法はないと言っても過言ではないでしょう。もしかして何か作戦が？潜入？ルートなら一つだけあります。はい、わかりました。戦闘開始。フォローお願い。想定するね。リロードし、落ち着いて死ぬ。リロード。怖いの？ほら、ユニが行くよ。楽しみでしょ？ユニがたっぷり遊んであげるよ。皆さん、突っ走りますよ。入します。ここどこなの？発電所の内部とつながっている排水路です。ああ、まさかここを這いつくばって進むとか？塞がってますけど。建物の一部が倒壊し、入り口を塞いでしまったようです。ちょっと待ってください。他のルートを探してみます。突き進めばいいんじゃない？でも瓦礫が多すぎます。でもどうやって？大丈夫かな？爆音すると思うけど。周辺でラプチャーの反応はありません。安全です。では始めます。ちょっと待ってください。ここは私に任せてもらえませんか？は？いや、みんなでやればもっと早く。やらせてください。マジ？消滅を確認。排水路への侵入が可能です。火力だけはピカイチだね。指揮官、私分かったんです。相手が何であれ、火力があれば解決できないことはないって。答えは火力。火力が全てです。本当にありがとうございます。少し迷いがあったんですが、背中を押してもらった感じです。火力の道を進む者として極意と向き合えた気がします。そんな道あったのね。これからはどうか師匠と呼ばせてください。改めてよろしくお願いします、師匠。
い、師匠。勝手に呼び方を変えるな。皆さん気をつけてください。落ち着いて、整備が終わったらまた行きます。こんな思いしなきゃなんないの。ナイス。どうしたの、怖いの。これ本当に体にいいのよ。ユニが行くよ。楽しみでしょ。皆さんユニがたっぷり走りますよ。突入します。うんざりする連中だわ。怖いの？これ本当に…ユニが行くよ。楽しみでしょ。ユニがたっぷり遊んであげるよ。走りますよ。指揮官、ご命令を。もう始めるよ。すごい匂いですね。人も住んでないのにこんな匂いがするのね。ここは排水路だからね。いろいろ溜まっていたんでしょう。あの、一言言わせてもらってもいいでしょうか。何？吐きそうです。嗅覚センサーをオフにすることを勧める。それを切ってしまうと、なんというか人間からあまりにも遠ざかるみたいで、ちょっと変なこと言うね。心だけは乙女ですから。私は乙女を諦めるわ。切っちゃおっと。指揮官、大丈夫ですか。人のお尻のすぐ後ろでそんなこと言わないでよね。でも意外ですね。排水路からの潜入なんて。普通指揮官はニケイコール兵器という認識ですし、火力で吹き飛ばす方を好みますから。好みとかじゃなくて、それ以外には頭が回らないってことじゃない。そのくせ自分の体だけを大切にして、少し泥がついたくらいで騒ぐでしょ。呆れるったら。止まれ。うっ、おっ、ああ、ちょっと指揮官様、今私のお尻に顔が当たってますけど。だから人
人のお尻に向かってそんなこと言わないで。後ろ、後ろに行って。ねえ、なんで急に止まったりするのよ。光よ、内部についたみたいね。そうだね、早く出ましょう。だから誰が最初に壊れてみちゃう。家に楽しみでしょ。ミミがたっぷり遊んであげるよ。ユニが行くよ。楽しみでしょ。ユニが早く終わらせましょう。私は暇じゃない。この時代に一つ挑戦しないのに。もうちょっといじめたかったのに。ここにいるよ。あっちに行く。目標地点に移動します。オッケー。せっかく来たんだし、ストレス解消でもしていこうかな。前方にラプチャー発見。当然のように内部も掌握してるわね。こんな地下までどうやって来たんだろう。ところで、あのラプチャーたち何をやっているのでしょうか。機械の周りに集まってるね。え？ラプチャーが人間の文明を利用するわけ。アニス、よく見て。操作している。本当に？こんなことって今までありましたか。これまではありませんでした。指揮官、アークへ戻ることを提案いたします。調査という任務は達成しました。ラジャ、シフティ、後ろのルートを確保。気づかれたわ。エンカウンター。指揮官、私の後ろへ。いい加減にしろ。ねえ指揮官様、しっかりしてよ。奴らが来てるよ。何この振動。前方タイラント級は感知。識別信号グレイブディガーで確定。あの土を掘るやつね。ここで戦うのは自殺行為だよ。ラピもいないのに。シフティ、退却ルート。はい。当該位置の校舎はまだ稼働します。線路に沿って外部へ出ることが可能です。よし、行くよネオ。はい。するね。
全力。ユニがたっぷり遊んであげるよ。私たちが持っていると戦闘に支障をきたすので、よろしくお願いします。お呼びでしょうか。